ようございます。こんにちは。会場到着しましたよ。超ゲリラ。会場到着いたしまして、本会場に来ております。無人大臣じゃん。すごいでしょう。すごい、本当にすごいですよ。じゃん。もっと広いです。本当は今まだめっちゃ角でやってるので、ちょっと歩いてみますね。こんなちゃんと配信の許可いただきました。優しい。お好きにどうぞって言われる。好きなようにしてくださいって。こんな感じです。こんな感じの超広い、こんなほらすごいですよね。こんな感じの会場でやらせていただきます。今回なんとこの人数の中で参加するということになります。ポーカーすごい、あのガチ勢の方とかがたくさんいらっしゃる。YouTuber さんとかも来るらしいので、なんか急にドキドキしてます。会場が広くて。ちょっとね、お好きにどうぞって言われたんですけど、人が多くて声がちっちゃくなっちゃう。みんなの前で配信するのなんか恥ずかしい。麻雀するんですか。いえ、ポーカーでございます。見て、風神雷神。あれ、あ、できた。じゃーん。風神雷神。こんな感じ。ほら、私今テーブルなのに、戻れカメラ。よし。じゃーん。どうでしょう。あ、トロフィーの近く空いてるな。トロフィー見せてもいいかな。ちゃんと配信していいよって言われたけど、本当にあの一番お偉いさんに配信していいよって言われたんですけど、なかなか準備中の、あ、そう、準備中です。あの準備中にさせていただいております。こんな感じ。すごい、オールインの。ちょっと、えいえいえい、じゃん。オールインって書いてかわいい。これが風神雷神のリーダー。かわいいですね。テーブル28どんだけあるんだって。こんな感じですね。かわいい。だからこんな感じでございます。人がたくさんいるよ。人がたくさんいて怖いよ。うん、こんな感じで、トロフィーがこちらでございます。すごいですね、優勝トロフィー。こんな感じ。トロフィーです。恥ずかしい、恥ずかしい。やっぱトロフィーの前には人がたくさんいました。あ、恥ずかしい。いや、これ私無断でやってるわけじゃないですからね。こんなこと言ってもちゃんといいですよって言ったんですけど、なんかすごいYouTuber みたいなことしてる。歩きながら喋って配信して、恥ずかしい、恥ずかしい。ちょっとディーラーの席座ったりしちゃおう。じゃん。
リーダー席座りました。じゃん。そう、なんか YouTuber さんみたい。リーダーから見るとこんな感じ。すごい。あんな感じで、こういう感じの会場で今回行われるわけですね。すごいアンバサダーみたいなことしてる。じゃん。じゃん。ここ寝坊感をします。こんな感じ。どうでしょう。めっちゃゲリラ。待って、ちゃんともう看板の前でやりますね。ふざけてないんで。よっこいしょ。こんな感じのゲリラ配信が多くなるかと思います。よろしくお願いします。前の人から見られてるのかな。いや、あんまり気にされてなさそうですね。うん、うん、どうは？あ、ポンタロさん、ありがとうございます。すいません、気づかなくて。タワー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうありがとうございます。綺麗、頑張って、ありがとうございます。頑張ります。うん、ちょっとね、ゲリラでやってしまって申し訳ないんですけど、何分ぐらいやろうかな。でもね、配信できるの今ぐらいしかないかも。わかんない。優勝してね、優勝できるかな。でもいろいろね、大会があるらしくて、すごい数のトロフィーがありましたね。1個だけじゃないみたい。賞金700万とか言ってたけど、全然もっとすごいのもあるらしいんです。で、私も参加するんですけど、なんかね、大会によっては22時を超えるまで大会することがあるらしくて、私出れないんですよ、そうなったら。だからそこまでなったら途中棄権するしかないんで、最悪と思って。私勝っても勝ち進んでも10時になったら降りなきゃいけないんです。そんなことある？10時よりもっとするってすごいですよね。そう、まあ、1位になる想定で話してますけど、全然10時になる前に負けることもありますね。だから、でもさ、勝ち進んだらもう配信できないで、今してきます。今してます。そもそも時期出たけど、そう、10時までも10歳は別に出れるはするんですけど、今回私とまいさんはアンバサダーをさせていただいてるんですけど、そちらの私のお仕事というか、あれはポーカーのクリーンさをお伝えするということで、なんかやっぱり皆さんまだ偏見とかいろいろあるみたいなんですけれども、その18の女の子でも出れますよっていうことを公にお伝えする。ポーカーってどんなイメージ、ギャンブルみたいなイメージあるかもしれないんですけど、もう本当に世界各国で人気のスポーツとして今親しまれてるんですね。なので日本でもちゃんとポーカーのプレイ人口を増やして、ちゃんとスポーツとして広めていこうというお仕事を担当させていただいておりますので、あのお金もかけないんですよ、もちろん。お金をかけた違法なので、だからちゃんとお金を全くかけない超絶クリーンなスポーツで、こういう大会は本当にクリーンなので、こういうこともあるよっていうのをお伝えして、
皆さんに効果に興味を持ってもらおうという感じでございます。なんか YouTuber さんも来るみたいな聞いてるんですけど、一体どなたが来るんでしょうか緊張してきた、お腹空いてきた、緊張して、ポーカーの大会はもう至る所で開催されてますので、ぜひ興味があったら、でそこの興味があるというか、興味あるけどやっぱ一人ですぐに入り込むの大変じゃないですか。そのための初心者講習を今回行わせていただきますので、当日でも大丈夫らしいので、一応ぜひ興味があったら来てください。博多の祇園にあります。まいちゃんと会いましたよ。まいさんは今メイク中ですね。私はちょっと早めに、早めというかまだ終わってないんですけど、なんか時間があるなと思ったんで配信しに来ました。で、配信どこでできますかって聞いたら、本会場でしていいですよ、なんか本会場の様子とか映してくださいって言われたので来ました。ドキドキ。ドキドキですね。まさかの本会場、本当に本会場でしていいんですかって、もうちっちゃい部屋ありますかって言うつもりだったんですけど、まいちゃん対戦したい。まいさんはまだメイク中なので、メイク終わったらちょっと交渉してみますね。バースデーガールとまあでも忙しいかもしれないし、打ち合わせもありますので、まあちょっと見つつ見つつ、まあ今回今日私はこんなすごいところでさせていただきますよということでございます。イベント何時会場だっけ、え、わかんない。え、会場して私ここで配信してたらめっちゃ気まずいんですけど、ファンの方とか入ってきて、あ、どうもってなっちゃうので、会場いつだろう確かにギリギリまで配信してたらやばいですよね。ファンの方来ちゃう。本会場にいるので今私。一枠目が10時からでしたっけ。そうです、10時から。緊張しますね、こういうところで。こんな感じでお隣さんがこんな感じで、私には知らない方と ここでポーカーをするわけですね。ちょっと緊張しちゃいますね。なんか初心者講習はアンバサダーとしてさせていただくんですけど、あのポーカーのトーナメントではもう一般人枠として参加するらしいので、本当に皆さんと一緒に大会に出るということで、もしかしたらファンの方と同じテーブルになるかもしれない。ポーカーは心理戦から、心理戦ですね。紙イベントでも隣になるとは限らないです。隣の実家って感じです。髪いるんで、もおしゃべりはできないですからね。おしゃべりしないでくださいね。ポーカー中に、この間声良かったよとかやめてくださいね。お答えできないんで、一般人として接してください。1試合何時間くらい、めっちゃ10時間以上ある試合もあると思います。全然本当に 2,3 時間では終わんないですね。まあでも早く負けたら5分とかで終わりますけど、私は何回でも負けてももう一回お金を払ったら参加できるんですけど、今回私はその制度を利用させていただきます。早めに負けちゃったらね。
まあ、まだ15分しか経ってないの。やばい、恥ずかしい恥ずかしくて、まだまだ15分しか経ってないからあ、すごい、経過時間教えてくださってありがとうございます。私朝今日何時間何分配信したっけ。もう全然時間通りに始めたんです。全然時間通りに終えてないから、何分やったか分かんなくなっちゃいましたすごい、15分しかしてないんだ。30分ぐらいしてたのか。でも3時間でしょ配信しとくか。ちょっとスタッフさんも忙しそうですね。スタッフさんがいたら一緒にポーカーでもしたのにあ、ログを確認してる。あ、ログがあるんですね。ありがとうございます。3時間朝28分ぐらいだった。ありがとうございます。ってことは全然まだですね。人がいる前で全然話できないんですよ私。どうですか、会場の雰囲気分かりましたか。どんどん人も増えていきますか。会場に効果をしている気分にさせます。すっごいでしょ。スクショタイム。これもこれで恥ずいですけど、逆に持ってる方がいいとか、こんなのありますね。ちゃんと今回の大会用のテーブルが用意されててすごいですね。ちゃんとかかってますね3回しか配信できないか、あと1回。あ、3回しか配信できないんですか。それは初めて知りました。やばい、だとしたらめっちゃやんなきゃトータル3時間。え、私はトータル3時間って思ったのですけど、ちょっと今どうしよう、あれ詳細見れない。ちょっとファンの方誰かとか言ってすいません。毎回も端末が一つしかないからファンの方に頼っちゃって。誰か詳細を見に行ってくださいますか。3回トータル3時間、なんと本当だったらやばくない。なんかシステム変わった。1日最大3時間しか書いてない。本当ですか。ちょっと信じてます。回数は関係ない、信じますね。めっちゃギリラでやるつもりだったので。あ、見当たらない。あ、じゃあちょっとありがとうございます。皆さん、おはようございます。ポーカーのプロですだって。本当ですか。本当にありがとうございます。じゃあギリラでやらせていただきますね。でも 今できるだけ長くしたいけど、もうどんどん今会場に 20、30 人ぐらいスタッフさんがいますね。あ、恥ずかしい。ちょっとこんな状況で眠たくなってきました。
参加制限の方を探しました。いや全然全然ですよ、逆にルールの再確認ができてありがたいです。ありがとうございます。ちょっとインタビューしてみて、スタッフさんにですか、絶対迷惑がられるでしょう。嫌ですよそんなの。でも楽しそうですね、スタッフさんみんな。ちょっと眠いここで寝れます、私全然突っ伏して寝たい。一番偉い人にインタビューをちょっと気まずいですねちょっと後で聞いてみよう。なんかたまたまですけど、なんか本当にアンバサダーっぽいことしてますね、会場で配信とか会場の様子。テーブル台の上で寝ないで寝ちゃいそう。さあこんな感じでございます。30分を配信したらやめようかな。いやカメラもたくさんある、ほらあそこにカメラありますね。こんな感じの会場で広いです、めっちゃキャー緊張。偉い人にポーカーの魅力をインタビュー、確かに。やばい、カメラ戻せない、近めに戻って、戻って、あやばい、あ戻った。本戦の配信あるのかな、あると思ってたけど違うのかな、違うだからもう難しい、私もねそんな分かってないです。教えて偉い人1回何人くらい、でもこの席8割は埋まると思います、たくさん。会場寒くないですか？今のところ大丈夫です。テキサスですか？そうです、テキサスホールデムというポーカーございます。ドキドキですね、どんな感じになるかな。ちょっとお眠いです。ポーカーの練習したの？ポーカーの練習はしてました。でも練習ってあんま関係ないんですよ、結局は運みたいなとこもあるので。人が増えてきた、嫌だよ。寝落ちしてませんよ。人いっぱいおるね、人いっぱいいます。偉そうな、偉そうなんじゃない、偉いっぽい人がたくさんいます。偉そうな人って言っちゃった。なんかスーツ着てがっちりした人がたくさんいましたね。ゲーム中寝ない、確かに。あのね、本場のポーカーは結構ね、暇な時間結構いいんですよ。考えてる人が考えてる間待ってなきゃいけない、その間寝ちゃうかもしれない。でも寝るふりしてブラフみたいなありますね。あ、お偉いさんですね、お偉いさん。
お偉いさんっぽい人が。ネックレスすごく可愛い。本当ですか？ありがとうございます。これをつけて今日は頑張ろうと思います。寝たら大物だよ。やっぱり大物になってきました。やばいやばい危ない。会場に用心棒もいるかもね。あの私の用心棒もいるらしいですよ。私のあの私を守ってくださる方もいるらしいけど、やばい、もう近くに来ないで。誰も近くに来たら、やばい、人が多いです。マネには見守ってるだけ。マネには見守ってます。ちなみに今ずっと見守ってくださいねって言ったのにどっか行きましたね。どっか行きました。マネージャーいますよ。いるんですけどどっか行っちゃいました。悲しい。あ、そう、 SP さん。姫の SP したい。募集中です。募集中でございます。マネもポーカーやるの？やる、今回はやらないんですけど、今回のためにポーカー講習みたいなの私も受けたんですよ。それはマネージャーさんも参加してました。楽しんでました、めっちゃ。緊張緊張。運営の方に人見知り発動しない。人見知りも発動してますよ。ちょっともう緊張。これ私どう思われてんだろう。アンバサーちゃんと分かってもらってるのかな。やばい、人がもう多い。ちょっとそろそろやめようかな。ちょっと人がちょっとたくさん来ました。こんなコソコソ言ってるけど本当に許可取ってますからね。ちょっとじゃあちょっとそろそろ人が増えてきたので配信終わりたいと思います。ありがとうございました。終わりますよ。ではランキング読みますね。13位ねえねえさん、ありがとうございます。12位ポンタアット空が好きさん、ありがとうございます。11位千代ちゃん、ありがとうございます。10位セリナさん、ありがとうございます。9位熊田陽さん、ありがとうございます。8位コショウさん、ありがとうございます。7位ただの魚さん、ありがとうございます。6位なぎいちさん、ありがとうございます。5位オラさん、あとポーカー頑張ってねさん、ありがとうございます。頑張ります。4位にじますさん、ありがとうございます。3位ゆうさん、ありがとうございます。2位つぶなおさん、ありがとうございます。そして1位ポンタロさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、皆さん急遽のゲリラでしたが見てくださってありがとうございました。今一番偉い人がここを通りました。あー恥ずかしい。頑張ってきますね。行ってきます。ありがとうございました。見てくださってありがとうございました。